七行絶ク産業総書、残雪不詳なお町、とも大久保私物天保八年二月十一日は、江戸時代後期の監視陣である。書画もよくした。北地国久寺郡袋田村に生まれる。名派行、寺は天民、通称龍太郎、後に、雪光、郷は、私物の他に柳は美、柳わび、痩せ梅、鉱山沖菜、田町、木子利社、低聖酒、含む雪。 炎武帝主、竜安、老安、資生堂、鉱山上区、翡翠帝、痩せ梅安ともこうした。豪の私物は、当志人徒歩が、使命仏と称されたことによるものか、あるいは、真の縁米の豪にちなむと言われる。私物が十歳の頃、林家が火事となり大騒動になっていても、それに気づかず読書し続けたという逸話が残っている。父の大久保宗春高金は、 桜を駆けの婿養子となったが利縁になり、私物を引き取って実家のある日立国多賀郡大久保村に戻った。このため私物も大久保姓に服する。代々大久保家は家を制御としており、宗春は田舎で身を沈めることを潔しとしなかったため、数年後単身で江戸にて小児会を開業する。江戸では名医として評判となり大いに繁盛した。 私物は15歳頃、江戸に本橋新銀町で開業する父のもとに身を置き、医術を学び、定発師修路と合した。21歳頃より、山本北山の門人山中天水の塾、晴れ家庭に通い儒学を学び、市川関西の高校詩者にも参加して、精神少量派の新風の中、試作を始める。24歳の時父が亡くなるが、医業を継がず、 詩人として身を立てる決意をする。同年、死の天水が33歳で死去し、中野祖堂の紹介で山本北山の敬儀塾に入門する。25歳の時、市川関西が富山藩に主管した後、高校死者に活気がなくなってくると、先輩の柏木女帝と向島に二奏者を開いた。死物の別号やせ埋め、女帝が痩せだけと合したことにちなんだ命名である。 この二奏者には100人を超える門人が集った。その後、自らの刺繍や啓蒙書などを活発に刊行する。また各地を有歴し、文化を好む地方の合商などに寄職しながら、死を教え、書画の記号などで、純筆料を稼いだ。その足跡は、東海道、京都、伊勢、新州、上州に及ぶ。文化三連三月、39歳の時日の上虎の、 火災と呼ばれる、江戸の大火に罹災。家を消失した、私物は、復興費用の捻出のため画家のくし雲泉と、新越地方に遊歴し、秋に帰ると、神田お玉替えに家を新築、資生堂と称した。次第に訪問客が増え、それに伴ってこの資生堂に度重なる増築を加え、豪奢な構えとなっていく。文化7年正月、資生堂史集書編を出版し、 江戸師団の中で確固たる地位を築く。この頃、第三洋などと交流する。文化十三年、諸賀番付騒動が起こり、これに巻き込まれる。これは、当時の江戸の学者や文人たちを相撲の番付に見立てて格付けした、都科名流品台という一枚釣りをめぐり、あちこちで格付けの不当が言い立てられ始めたことによる。東の関分けに私物が格付けされており、 親友の菊池五んと共にこのザレ事の黒幕と目されてしまった。大田金城らと大きく問弱したが、講演者である伊勢国長島藩前藩主の増山節アの朝廷で何とか収まった。真相ははっきりしないが、私物の関与は濃厚と見られる。この後、私物は信越へ遊歴し、ほとぼりを覚ましている。 地方に有力しても次第に振るわなくなったことに焦りを感じたためか、私物は文政8年59歳にして秋田藩に出資する。ほとんど拘束を受けない条件で、江戸の藩校日地官の教授として、法禄を給されたので生活そのものは変わらなかった。文政12年は63歳になる私物にとって運の悪い年だった。三月の江戸の大火で死生堂を全焼し、 秋田藩邸に仮住まいを余儀なくされた。下屋練りべ工事に商宅を構えることはできたが、二度と資生堂を復興することはできなかった。ついでこの冬、二人の養女を残して、妻が先立つ。晩年の私物は江戸師団のタイトとして敬われ、交友も活発であったが、かつての華やかさは次第に失われていった。肉体的にも衰えが目立ち、十五歳で、 秋田に旅したキロには、かっけが悪化し、養子の健介に迎えに来てもらわねば、ならなかった。天保八年二月、自宅で没する。去年七十一、浅草松葉町の光カンデラに葬られる。後に、藤沢市本町に改装された。その後、池上本門寺に再改装されている。私物は穏やかで物事に頓着しない性格で少しもおごることがなかった。 また人付き合いが良く、酒を好んだこともあり、多くの文人仏閣と交流し、当時の師団のアイドル的な人気を獲得した。市川関西、柏木女帝、菊池五山と並んで、江戸の四鹿と称せられ、また、画家の清水天民、儒者の並川天民、詩人の大久保天民で三天民と評される。植山人は、詩和、詩仏、諸和米安に強化折れ、芸者小万に、 料理800前、死は、死仏、神は芸者よ、歌は、俺などと言って激唱した。死の山本北山は、死仏は、精神少量の紳士風の中で育ち、古文字拡張派の毒に染まっていないとして、大いに期待し、エールを送っている。死仏の死は、半生代、余万里、陸遊など、南宋三大化の影響が強いと言われる。 死はいたずらに難解であるべきでなく平坦であることを尊しとし、精神であり基地に飛んでいながらなお、わかりやすい死を目指した。このように写実的な詩風を好んだため、特に英仏死を得意とした。七行絶句三行総書、残雪不祥なお町、とも損過程に影響され、総書をよくした。またがについては素食に思粛し、牧畜図を最も得意とした。 牧畜の四葉が大成する様は、私物の壁老婆と称され、尊ばれ、多くの人から諸画の記号を求められ、純筆量を稼いだ。ありがとうございます。